場所って言ってるのに八王子の花見で食い場所ってもうとんでもなすぎて、いや満開っすよ、満開だし桜見ながらホストになろうと決意したんで、はい、清掃でマック食べましょう。クーポン番号の794ビッグマック、エビフィレオ、テリヤキマックバーガーセット、オレンジジュース、フィレオフィッシュ単品、チキンマックナゲット、チーズバーガー、めちゃめちゃ頼むやん。うわマジで嬉しいな、最高じゃん、もう満開ですね。持ってきましたよ、ナイフとフォーク、ロール&ハウス仕様の、はい、何これ。いやなんか俺ねハンバーガーをねかぶりつけないんですよ、なんでかわからないけど貴族なんで僕やっぱあれなんですよ。これ買ってきたのに、フォーク、いやせっかくだからこれ使いましょうよ。いや美味しい。さて、いただきましょうか。はい、手で持って食べてください。いただきます。うん、チーズバーガーは本当に僕がこう物心ついて食べた料理の中で一番美味しかったんです、はいはい、最初は。まあ万人受けの味ですよね、うん、肉がパサパサしてるけどピクルスがちょっとだけしっとりしてるじゃないですか、うん、そのバランス良くないですか。超美味しい。何年ぶりなんですか。中学の時はジャンクフード食べてたらプロになれねえと思ってたんで、ええ、高校の時ももう寮の食事、決められた食事があったんで、うん、あんまり外食できなかったんですよ、うん、栄養の計算されたものを食べなきゃいけなかったんで、うん、ホスト新人の時とかかな、10年ぶりぐらい、ちゃんと食べようと思って買って食べたのは本当それぐらいかもしれない、どうですか味は。チーズバーガー、まあ変わらぬ味っていうかあの時のまんまだな、いい意味でも悪い意味でも。え、これちなみにいくらなんですかチーズバーガー。俺ね確かね80円とかあったんですよ、俺が買ってた時。120円かな。そんな値上がりしたんですか。うん、今120円。マジ昔80円だったの知ってます。あ、知ってますよ、あのハンバーガーが65円で。ああ、そうそう。え、今そんな値上がりしてるんですか。うん、今後も上がるんですかね。そうですよね。例えば100点満点だったら何点つけます。100点満点だったら、うん、83円だったら俺なんか普通90点ぐらいだと思うんですよ、うん、でも83円の時の感覚残ってるからな、味変わらずに値上がりしたって考えたらちょっと結構減点要素多いな。65点。あ、マックのね飲み物は夏場とかちょっと歩いて寄って買うとかはあったな。マックのオレンジジュース美味しくないですか。僕はじゃあダイエットコーラしましょう。はい、何その焼け石に水みたいなダイエットコーラ。いや、あの本当にリアルにダイエットのためにダイエットコーラ飲めないと思ったんですけど、うん、今はこの味が好き。甘すぎないやつ。うん、ああこれはこれはいいわ、マックのオレンジジュース好きなんだ。テリヤキバーガーなんですけど、テリヤキバーガー、テリヤキバーガーね、また半分いただきます。はいはい、いただきます。テリヤキバーガーマジでマックが一番美味しいんですよ。うんうんうん、確かに肉の厚みとかチーズバーガーよりも厚みがありますね。で、しかもチーズバーガーよりもなんかパサパサ感がないというかしっとりしてるし、うん、子供が好きそう。子供が好きですよ、僕の長女が一番好きです、うん、子供絶対これ嫌いっていう子供ほとんどいないと思う。ただちょっと甘いかなっていう味付けが。あの季節によって、うん、あの毎年、あー分かる、そうそう CM やってますよね。あれ見ると俺秋だなって気がするんですけど、あれは月見バーガーね。あ、月見バーガー、そう、うん、あれ見たらねもう秋だなって、秋の風物詩ね。誰がメニュー考えてるんですかね。そう、世界共通なんかな。でも月見
トマトだって日本だけですよ、ヘリトマト。ですよね、うん、韓国は韓国仕様のなんかキムチ味とかないんですか。あー、どうなんだろう、多分プルゴギバーガーとかはあるか。あるんだ、うん、いただきます。どうですか、照り焼きと同じソースなんですかね。うん、照り焼きバーガーに卵が乗った感じ。うん、俺ね、これ別に、ま、悪くはもちろんないと思うんですよ、うん、万人受けで。でも俺これを、うん、なんかお好み焼き食べたことあります。うん、ああいう味付けしたらもっと美味しくなる気がするんだよな。ああ。ソース、うん、ちょっと塩味系の、うんうん、マーケティング的にはね、うん、子供とか若年層には捨てるのかもしれないですけど、うん、甘いのあんま好きじゃないタイプからしたらちょっと塩辛い系の方が刺さる気がするな。あ、ビッグマック、ビッグマックはこれ知ってますよ、もう定番中の定番。好きですか、ビッグマックは。ビッグマック、なんか昔キャンペーンやったことあって、ビッグマックをめっちゃ安くするみたいな。あ、200円か150円か、そう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 、なんかありませんでした。うん、ありました。そん時になんかめっちゃ食べた記憶ある。もう成長期真っ盛りやったんで、もう好きなグラビアアイドルかビッグマックかぐらいしか考えることなかったその時うわー、なんか懐かしい。これこれこれ、でも極論言うとこれチーズバーガー2個やっただけ。違いますよ。どう違うんだろう。ビッグマックはビッグマックのソースがあります。あ、そうなんだ、うん、すげえ懐かしいな。よし、いきます。どうですか、10年ぶりのビッグマック。え、味変わった。え、変わってないですよ。逆に俺はもうあの週1マック食べるんで、うん、変わってるかどうか分かんないです。やっぱこっちだ、俺ピクルスの味が好きなんだと思うわ、マックの。うん、なんかちょっとこのパサついた肉に合わせる、うん、このちょっと湿ったピクルスが美味しいんだと思う。あ、こんにちは。こんにちは。いい天気ですね。ご機嫌よ。そう、桜見てるんですよ。はい、たまにはね、地元もいいですよね。楽しんでください、散歩。わかりますか、この八王子市民の品の良さ。確かに。ご機嫌よ。行ったことありますか。いや、ないです。ないんだ。八王子市民はもうみんないますよ、ご機嫌よって。ビデオフィッシュ知ってます。だいぶなんかなんていうんですかね、つるんつるんな感じね。うわー、揚げ物か。多分俺これそんなに好きじゃないと思う。ビデオフィッシュはもう絶対食べないんですけど、うん、でも名前は有名ですよね、昔からあるんだよな、これも。これマニアがいるんです、結構。やっぱ全体的なパサつき具合が気になっちゃうな。パサパサ、うん、うん、でもそんなにかな、刺さんないな。うーん、じゃあ順番は、順番つけましょう、順番ランキング、うん、まあ1位はまあチーズバーガーね。まあ値上がりしたことを考えても、まあ味で考えたら一番美味しい、うん、で2番目ビッグマックで、3、4がてりたまとてりやけももう一緒。あれはもうちょっと塩っぽい味の方が好きで、まあ最下位がフィレオフィッシュかな。それは何でですか。まあ揚げ物っていうところ、個人的なあれでまず揚げ物っていうのと、まあ味にあんまり複雑さがないというか単調な味。うん、チキンナゲットね。チキンナゲットよく食べたな。しかも結構好きだったし。これ僕使うの。うん。キルイッツあります。まあ確かに味が食べた方が美味しくは食べれそうだ、ね。うん。うん。
なんか嫌いになれない味なんだよな。この薄い衣となんか独特の匂いありませんか、マックナゲットの。マックの匂いがあるんですよね。ありますね。俺やっぱこれ好きなんだよな。食べやすいしね。食べやすい、食べにくいってそんな大事ですか、ファストフードが。うん、服汚したくないじゃないですか。だしデートの時とかもなんかかっこよく食べたくないですか。だでもマックをかっこよく食べたいっていうモチベーションで行く人いないんですよ。ないか。ちなみにローランドさんはファストフードは何が好きなんですか。なんだろうな、サブウェイ。あ、サブウェイね。たまに食べるな。サブウェイ、サブウェイはうまいですよね。うん、美味しいな。でも基本的に今カロリー計算して、タンパク質量とかも計算した食事 してるんで、うん、でもダメって言われると食べたくなる気持ちわかります。なんかいつでも食べられると思ったらあれなんですけど、食事制限するとやっぱ意外とこうたまに食べるのいいなって思いますね。ポテトのフォーク使うのにちょっと笑っちゃいました。でもポテトはね、出来たてが美味しいんですよね。確かに。だいぶ冷めた。だいぶ冷めた。最初はポテト行くべきだったんだ。確かに。これはちょっともったいないことしましたね。意外といいもんですね。花見マックね。ドライブスルーで買えるしね。お菓子ありますか。うん、あ、なんだ、あ、桜餅じゃん、めっちゃいいじゃん。日本の伝統ですよ、桜見ながら食べる。食べてみてください、美味しいから。どうやって食べるんですか。これは葉っぱごと葉っぱごと食べるのが日本流で、これがまたね、ちょっと塩っぽくて美味しいんですよ、この葉っぱが。食べたことない、うん、あ、初めて。なんか聞いたことある。桜餅っていうんですよ、うん、どうですか一口、うん、いけるかな。うん、うん、うわめっちゃ和ですね。めっちゃ和、急にでしょ。急にアメリカから和に戻った。うん、満開の桜見ながらこの桜餅食べるのが、うん、で一応日本人の中でも一番の幸せ。一番の幸せ。うん、いやでも本当にね、このマックのポテトもそうですし、照り焼きもかなり万人受けする仕様になってますんで、うん、よろしければあの概要欄の方にあのリンクの方も貼っておきますので、ぜひぜひそちらの方もチェックしていただいて。言うわけじゃない。言うわけじゃないの。世界のマック、 YouTube に企業案件なんかあるか分かんないです。マジかよ。企業案件の方で撮ってたんですけど。こんなタクシード着て気合い入れて。まあまあでも楽しいからいっか。